餌についてちょっと話してないので、うん、餌について話したいと思います、うん、餌ね、まあうちの店だとこれが主流で売られてます、うん、でカブトムシって人夏だからいいやって言って何でもいいと思ってる人もいるけど、うん、もう餌で寿命違います。あ、そうなんだ、はい、じゃあ100均で売ってる餌はどうなの？100均のは、使ったことがないからはっきりしないけど、うん、糖質の高いゼリーの方がなんか長生きしない傾向にある。あー、じゃあ100均のやつダメかもな、うん、自分で食べたことある人だと、うん、すごい甘かった場合は、うん、あんまり良くないかなと。長生きする餌かどうか食べて分かる味で。食べて分かる、大体。あ、そうなんだ、うん、どんぐらいかんの寿命？まあお正月まで生かしたいんだったらこういう高タンパクゼリー、うん、まあクワガタショップだと、うん、クワガタの産卵数もタンパク質必要なので。あ、卵だもん ね、それでタンパクゼリーってやつが売ってて、うん、こっちはねビタ、まあ、同じ会社で作ってるけどビタミンゼリーってやつはタンパク質があんまり配合されてません、うん、あ、そうなんだ、うん、どっちでもそれは寿命変わんない。この2つだと変わります。変わるの？こっちの方が長生きします。そうなんだ、うん、で、まあ、これゼリーも食べるんだけど、緑のやつも、うん、一回これ食べるとあんまりこっち行かなくなります。覚えるの味？味覚えるなら、ね、やっぱ学習能力あるよこれ多分、うん、で嫌いなものには行かなくなるし。あ、そうなんだ、うん、知らなかった。だから、まあ、食もこっちの方が進んじゃうさ。へえ。あの、贅沢な思いさせたいようにするならこっちの方がいいと思います。そっちで寿命でも正月まで生きる？生きない。生きないんだ。生きた話は聞いたことない。そうなんだ、知らなかった。で、ノコギリとかカブトムシの人はこれでいいよって言っちゃうけどね。まあ値段違うの？でも値段全く一緒でうちは売ってるけど、多分よそのショップは、うん、あのこれとこれは200円か300円違います。まあそうだよね、だってみっちゃんこれほぼ利益出てないもんね、餌では。出てないです、こっちのゼリーは特に出てないです、うん、言ってたもんね前。まあそれはそれでいいんだけどね子供らがこれで長生きさせてくれればわかりました。はい、じゃあゼリーは選んで買いましょう。はい、まあ長生きさせたいなら100均はやめた方がいいと。ホームセンターにねタンパクゼリーって結構売ってるので、うん、高タンパクゼリーってやつを選んで買った方がいいと思う。うん、わかりました。はい。